こんにちは。今週もヒットトレーニング一緒に頑張りましょう。今週は背中の下の方にあるここら辺にできるエクボをヴィーナスのエクボと言います。このヴィーナスのエクボを狙っていきましょう。じゃあ一緒にやっていきます。後ろに一歩した状態のままこの格好してください。はい、じゃあゆっくり膝を後ろの膝まで伸ばす。後ろに膝を曲げて伸ばす、結構きつくなってきますよ。あ、いい感じいい感じ。後ろ足になっている方の股関節、前が伸びているのを意識してやってみて。 OK。 はい、じゃあ足を変えて、もう一度足を交互に後ろにランジしていきましょう。はい、スタート。ランジランジ、よいしょ。はい、 OK。ジャンプしていきます。今の足前後になった状態をジャンプして交互に変える。これきついよ、頑張って。上にジャンプしたら足をクッと変えて、よいしょ、へい、よいしょ。あとちょっと、 OK。 いいですよ。そしたらもう一度、今度は足ワイドに開いて、そのまま軽くスクワットをしたら片足上げる。よいしょ。で、上げた時軽くキープしてあげて、上で。よいしょ。一瞬でいいですよ。燃えてきた燃えてきた。はい、 OK。 はい、じゃあ今の繰り返し、一度ジャンプしてからワイドスクワットしていきます。はい、スタート。よいしょよいしょ。思いっきり上にジャンプして、はい、よいしょ。来てる来てる、頑張って。よいしょ、あと一回。ふう、燃えてますね。OK。そしたらもう一度ワイドスクワットします。ベッドを下ろしたら後ろ足を上げる。よいしょ。ベッド上げて、上で軽く止めてみて。オッケー。いいですよ。そしたらまず一回水分補給しましょう。ここからどんどんヴィーナスのエクボを攻めていきましょう。よいしょ。まずは腕立て伏せのような姿勢になります。こ
んな感じ。それで片足を連続で同じ方の足上げていきます。で交互にやったら今度は肘をつけて、で同じように上げていきます。でそしたら次うつ伏せに寝てやっていきますね。はい、じゃあちょっと時間になってきたので、まずプランク、腕立て伏せの姿勢してください。山形にならないで、まっすぐです。はい、どちらかの足を膝まっすぐ伸ばしたまま上げてきて、いいですよ。頑張って。まずは四つん這いになって、どちらかの足をまっすぐ
っすぐ上げます。で、上げている側の足を、手をもう一度まっすぐ伸ばします。この手と足を上げていきます。じゃあその次はタッチして、膝と膝をタッチして伸ばす。これを左右やっていきたいと思います。ゆっくり四つん這いの位置に戻します。